松蓮寺という名は平安時代に弘法大師がこの地に立ち寄った際に蒔いた蓮の種から青い蓮が咲いたことに由来しています。境内には80鉢ほどの蓮が育てられていて、今月初旬からピンクや白の花が咲き始めました。今日の松蓮寺の周辺は変わりやすい空模様で、突然雨が降り出した後には張りたまった雨粒が神秘的に揺れていました。雨雲が過ぎ去った後は陽光が差し、再び穏やかな境内に戻っていました。地蔵院松蓮寺の蓮は来月中旬まで楽しめるということです。